時がそんな気がする <laughs>。結局今日しました。ぶっちゃん、結婚してありがとう <laughs>。結局やってます <laughs>。あ、そう、可愛い二つもくれたら、ありがとうございます。まなるみーさん。え、ねそう、私、絶対花粉症なの、目さ赤いんですよ <laughs>。目赤くて。そう、顔やばい。もうやばいんですよ。目めっちゃ痒いんです。絶対花粉症だ。 泣いてい、泣いたもうね今日めっちゃ泣いたのめっちゃ泣いたんだけど <laughs> めっちゃ泣きました私と結婚すよいいよー <laughs> 見せなくてもいい確かに <laughs> こんばんはこんばんはえ鼻もでも鼻より目かも いや最悪だよ今日でもほんとにずっと目が <laughs> 今日ね今日本当にいろいろ面白くてまあ多分でも今日めっちゃ面白かったんやけどなんかこれはほんとにみんなに言っても多分伝わんないんですねコンタクトでも私にはね私最近眼鏡買ったから眼鏡があるんですよヘらがのキャスターさんありがとうございます花束あのそうでね 卒業旅行結局行かない行けないそうアイシングッキーも平仮名キャスターさんありがとうございますカタカナキャスターはもういないのかな <laughs> そうあのいや,滑らんいや全然あのこれを人に伝えても絶対面白くはないと思うのねメガネ見たいメガネいいよ,ここにあるよゾフ フですっごいいつか行きたいですねこれです眼鏡 <laughs> はいこれ眼鏡イイ <laughs> こんばんはえそうなん、あじゃブルーライト若干入ってるね あのどう入ってますよ今今かけたらさコンタクトつけてるからあの私目開けれないんですよ小顔効果小顔効果やばいなんかそう 書けられないんですってコンタクトつけてるからそうだからかけないんですけど <laughs> あのそうあのねでじゃあちょっと待って何の話をしたかっていうと私あのファミマさんじゃなくてファリマさん <laughs>。 なぜメガネを買ったんですかメガネがもう壊れたからですコンタクトケース洗面所なんですよねあのカンピさんのお宅するやったねカンピさんのお宅はね田所さんハートありがとうございますこんばんは ね、めっちゃお久しぶりだよね。そっか、そっか。え、たまたま見つけてくれたって感じ。私が配信してるの。なん、どっかで知った。コンタクトやめませんよ。あの、夜、夜寝るとき用です。じ目閉じてつけてあげる。よ <laughs> いちろうさん、ハートありがとうございます。今日、あ、そうじゃん。今日は。 元気でしたよ。元気ですよ。今日、じゃ、今日、会った。あ、たまたま見つけてくれたん。ありがとう。良かったよ。また会えて。<laughs> みんなにまた会え、会また会えてっていうかね、会えてないけど。これね、会えてよかったですよ。まおみあみーさん、だるま、ありがとうございます。<laughs> あぶねー。寝る前、なんお風呂。 上がった後とか。かな。え、そうで、今日、今日の出来事話していいですか。あの。面白いかったんですけど、それがまあ伝わらないとは思うんですけど。話す、話していい。<laughs> 話してよきですか。まだ反応早い <laughs>。まあ、今日オチはないです。女の子の話にオチを求めないでください。 <laughs> あのまあ、今日友達とあのカフェに行ってたんですよ。あのずっともう時計でずっと喋るね。でその後にあの学校に行かなきゃいけなくて一瞬ねあなんか卒業証明書とかの申請をしなきゃいけなくてそうそれで学校に行ったんですねでそしたらあのめっ じゃあ学校着いたらもうめっちゃ風が強くてすっごい強風でなんかついてこうあの自転車行ってたんですけどあの、ね、違うからまだ笑うとこじゃないそしたらなんか <laughs>。 <laughs> あの同じ学科の男子が2人ぐらいなんか急に「なんかわ!」ってなんか走ってきててなんかうちはなんでこの時期に鬼ごっこをしてるんだろうと思ったのねなんかもうっと本当に「あー待って待って」とか言ってるのだから何ていう微笑ましい光景なんだって思ったんですよ。<laughs> <laughs> でなんか「ああ」っ思って久しぶりに見たなと思ってその人たちをねそ,うそしたらなんかあの風強すぎてプリントが <laughs> プリントがブワーって飛んできてそれを追っかけてたんですよその人たちがで歌らの元ら辺に来てもう,もうなんかプリントがなんかそう56枚あったんかねなんかあって <laughs> それで「あなんだなんだ」だってでめっちゃ大変そうやったけん。 あの私らも追っかけたんですよ。<laughs> でも直前でね飛んだりとかしてうちなんなら足もうごめんけど足で踏ん自転車だからさ手離せないから足で踏もうとしたけど踏めなかったんですけど踏まなくてよかったんですけども風でビュービューして <laughs> ちょちょ手伝ったんですよ一緒に止まりそね <laughs> 踏もうとしちゃった <laughs> でも踏めなかったやべえやべえと思ったんですけどそう。 <laughs> なんかもう結局ななんかフェンスに当たって止まってって止まってそれをまあ取,った取れたんですけどなんかそしたらね、まあ、同じ一人は割と仲いい男子なんか同じ部活ずっと一緒でなんかめちゃ仲いいんですけどもう一人はまあ1年生の最初に実験の班が一緒だったぐらいでまあ喋るんですけど、まあ、別に遊んだことはないような感じの人でなんか <laughs>。 プリントをその友達が渡したんんですよキノちゃんが、ね、したらなんか同級生だよ同級生なのに「ありがとうございます」って言われて <laughs> 距離を <laughs> すごいすごい距離を感じてそう悲しくなりましたもう卒業するんですよもう卒業するのにさ4年間一緒にさ勉強してたのにさ「ありがとうございます」って。 ありがとうでい,いやん寂しいよこちらは <laughs> こちら寂しいってみたいな <laughs> お家ちあった嘘もう秘密インシデント以上に風強かった <laughs> そうでまあまあそれでまあバイバイってして、まあ、私らはその学校に申請をねしに行って話したことありました私は。 1>, 1年生の時に実験配一で、きのちゃんは最後実験配一だったらしいの。そう。ありがとう <laughs>。そうで、まあ、ほんで、まあ学校が、学校でね、用事を済まして、済まして、でも私全然普通に喋るんですよ。普通に喋れるんですけど。いや、でもずっと敬語なんだよね、その子。普通にうち。そう、でも、 よっともでもでなないなんか分からん実験で分からんやつ聞くみたいな <laughs> 頭いいから <laughs> そう全然ストーリーは始まりませんでしたけどいや気づいてだってうち「イエホやヤッホー」って言ったもんもう一人の方は同じそうは同じ部活だったからめっちゃ仲良くてそう <laughs> そう なんかまあそれでそれでですよめっちゃめっちゃ目かゆい <laughs> でなんかまあ用件済まして帰ろうって言ってあの帰ったらもう今度はまた風が強すぎてもう,もう本当に進まなかったの <laughs> 本当に進まなくてもう私はもうあの <laughs> あのまあきのちゃんはなんかあの 風でね自転車戻ってて私は回転してから勝手に進んで戻っちゃうぐらい風強くて、うん、やばいやばい本当に風強すぎて一軍女子とかじゃないですよ私みんなと喋りますよ私は本当に <laughs> そう やばかってもうそれなんからそうしてもうでもだからほんとに全部見てないからわかんないと思うんだけど本当に爆笑したの友達と。でなんか自転車置き場に自転車置いて置いた瞬間に倒れてもう爆笑してるしなんかこういうなんかねそれこそおしゃれな SNS 映えするようなところに行ってこうね たのしゃべるのも楽しいけどなんかに、ね、風強すぎて自転車倒れるとか,がとかねプリントが飛ぶとかが一番面白いよねっていう話でね盛り上がってすごいつぼってたんですけど <laughs> そうなのそういうのが一番楽しいじゃんなんかなんだかんだね <laughs> 恐怖は恐怖面白い <laughs> そママチャリでもきのちゃんはあのなんかこういうやつこういう自転車なんかかっこいいやつかごがないやつ カゴなくてお尻高いやつです <laughs> そうにしちゃんだるもありがとうございますそう,そう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 箸が転がっても面白いあそうクロスバイクそう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 かっこいいんですよえ <laughs>、ね、本当に目かゆい赤くないわかる近 そうでまあ結局帰る時に帰る時もめっちゃ風強くてだから私たちはなんかその風強い時の顔選手権をしてたんですよ選手権をっていう名前もしはつけてないけどなんかわかるかな, <laughs> なんかずっとその顔顔芸で遊んでたんですね <laughs> ジョニーさんくまちゃんありがとうございますありがとう <laughs> やばいよねうんかゆい なんか風強い時ってさこ,うこんなこんな顔なんないみたいな <laughs> い写真を撮ってないですよチャリこぎながらなんかなんか, <laughs> なんか険しい顔とかなんか,なんか逆に風に立ち向かう顔とかなんか急に顔芸始めてなんか <laughs> もう本当にくだらないんですけど本当にくだらないことしかしてないんですけど。<laughs> そそうでもそのふざけてるのがそうもうだからさそんなんねあなん好きな人とか,い,とかぜいたら絶対見せられないねって <laughs> 話をしながらそう話しててそうなんかそう。 なんかそ,なんかそう,もう風に対応する顔をねずっとが考えてたんですよ <laughs> だからこの私ら同士では見せられるけどそう,そうこの服毛玉すごいのそうなの気にしないでそういうのはね触れない方がいいんだよ <laughs> こんばんはそうそれでなんかそ,そっから何でん,んでそんな話になったんだか話んか,話なんか例えばさ耳遠くて 風がすごすぎてあ今一般人ですはい一般人ですよあのでなんか「ん?」ってなんか聞き返す時の顔ってどんな顔だろうみたいな話をしたのねして死になったのなんか知らんけどそう喧嘩するか <laughs> そうそれでなんか私がなんか私この間友達になんか よくさい最近のさ飲食店ってさアクリル板あるじゃんアクリル板あるからあの声がさ聞こえない時がさ多くないですかなんかうんってなりませんめっちゃ「にしちゃんだるまありがとう」わかるなんかこうやってあってさここで話すからさえそうそうそうで あそうミラーボールだイエーイ <laughs> <laughs> ありがとうそ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 う,そ,うそれでなんか,そうだから私も「ん?」ってなるんですよその時にす私多分こういう顔するんですよ聞く時に「なんて?」みたいな分 <laughs> かるなんかこう「なんてなんて言った?」みたいな感じで聞き返しちゃうんですね でなんかそれでこの間すっごい友達私が聞き返したら「じゃあオミじゃないよ」「翔太さんハートありがとうございます」じゃちゃじゃちゃちゃオミのものまでじゃなくてそうしたらなんかすごいあの友達があの笑ってあの全然もう一回言ってくれなくてそうなんかなんかすっごい私普通に私的には普通に聞き返したんですけど なんか友達が笑って全然言ってくれなかったから私どんな顔してるだろうなって思ったらすごい多分こうやって「えなんて <laughs> みたいな顔をそうしてたみたいででなんか「じゃあきのちゃんいつもどんな顔しとる?」みたいな聞き返す時どんな顔するみたいな話したらなんかきのちゃんはなんか逆に「えみたいな,なんかこういうこういう顔に険しい顔しちゃうみたいな。 ああ、なるほどね。みたいなど、どうしたら笑われないかな？みたいな。なんか聞き返す時に聞き返す時の顔ってどうやったら可愛く聞き返せるかな？みたいな話になったんですね。<laughs> だけじゃ無事切れてない。たそう。あの <laughs> そうなんか。どうしたら可愛く聞き返せるかな？みたいなで、これはちょっと目力が強すぎるみたいな。 もっと大人の顔で聞き返しな、みたいな <laughs> それを風の強風に耐えながらずっとね練習しててなんか「これはダメってことでこれもダメってことでしょ?」ってなってなんか <laughs>「あみたいなわ <laughs> かる、ちょっとちょっとなんかえ「えみたいな,なっていう顔で大人っぽくちょっとセクシーに <laughs>。 セクシーな顔を研究してたんですよ。どうしたら、<laughs> たどうこれでこれでどうですか。これでモテそうですか。今日は一時間くらいかな。そうセクシーなんかんみたいな。ん <laughs> どういい感じ？これでモテそう。とセクシーじゃないですか。 またねーシカピョーありがとう。<laughs> じゃふざけてな真剣にセクシー顔を頑張ってたんですよ。あ聞き返すのにモテるとか考えちゃダメなんかそれはだから笑われその人に笑われずになんかいい感じに思ってもらえるような顔を研究し,しようと思って <laughs> セクシーとはセクシーとはですね ユーカリンみたいな <laughs> もう一度だから私は今までこんな感じだったの「んなんで?」みたいな <laughs> アホっぽい感じだったんだけどそう <laughs> これぐらい「ん?」みたいな感じしゃくれてないしゃくれてないよ「ユーカリンバズってるのそうなの?」 オミじゃあ私もともとオミの真似する気なくもともとオミだったのかなオミ要素入ってたのかな私にもいや笑わせようとしない本当にユキナはいつもこういう感じで聞いてくるよって言われたそうスチスチビームスチスチビームは私持ってないな <laughs> 持ってないですだからなんかもしいい顔があったらなんかこう聞くとあの いいよって顔があったらもしよかったら DM であの自撮りして送ってきてくださいそう根っからのみだった説があるでもほんとね目かゆいほんとに目かゆいよそう自撮り参考にするのでそう。 四十七度、の素敵なあの街へ。歌を歌いながら、会いに行こう。大好きな車に。西ちゃん、ありがとうございます。<laughs> ありがとう。なべちゃん、わ、ま、ら、ありがとう。え、もう、みんな、みんなの字と、みんなが、この顔したら、多分ゆっきなモテるよって思う。顔を。 dm で送ってきて <laughs> なメちゃんありがとうな<つ>い <laughs> 本当メンバーよりコメントイン私はねなんかそれこそまあしょうがないですよそのさ卒業あのまあ現役時代の方がもちろんそりゃ来てくださる方多いじゃないですかだからなんかコメントがみんなしてくれなくてしてくれてる人はしてくれてるんですよでもなんか前より あの少なくて、まあ、ちょっとまあ普通にあの欲は張らないんで今いてくださる方でねもうわざわざ来てくださってありがとうって感じなんですけどちょっと寂しいなとかあのコメントが流れてこない時にどうかどうか w i f i の接続不良であってくれって思ってます。<laughs> 分かるあの接続不良でコメントが見えないだけだけって祈ってます心の中で。 そう、電波の調子のせいであれとすごい祈ってるよ、いつも。<laughs> 小ばんさん、尊いありがとうございます。気になっとった、本当。あ、コメントみんなして、いや、コメントってコメントしなくていいから。ね、目かゆいよね、やばいよね、ていうか、今日涙袋でか。<laughs> 涙袋でかくない。なん。ちょっと線書きすぎたかも。 こっちの涙袋でか本当は涙袋ないんですけど涙袋を作ることに命かけてるので <laughs> ラジオのように聞いてますでも今コメントしてくれた優しい優しいえセメントもいらん普通のコメントしてキャンメイクかわいいは作れるキャンメイク東京お川越あれでしょ風鈴の神社のところ ファンルーム好きだよなんか LINE みたいな感じじゃんいじってない <laughs> いじってないです面白いコメント面白いコメントを求めてるわけじゃないんですよ私は別に面白いコメントも嬉しいしじゃないけど普通にコメントをしてくれたら嬉しいんですで本当にかゆい本当にかゆい 小江戸川越っていうのえ滑ってなかったやんあれでしょ強風は強風でしょめっちゃ面白かったよ <laughs> そうだねみんなが自撮り送ってきたらね後日晒したいと思います <laughs> かゆい。 ね、絶対花粉症、花粉症っ認めたら負けだもんね、でも。<laughs> そう、みんなのさ、顔を晒したいと思います。みんなを有名人にしたいと思います。<laughs> そうだよ。晒しませんよ。認めるのも勇気、なるほどな。<laughs> 覚えてるのすごくない、私、ね、本当に。 私本当に自分ですごいと思うの記憶力本当にね記憶力だけは自信持ってあの言える <laughs> そうみんなのみんなの自撮り収集してあのあの社会人になって思い出します <laughs> 本名バレ怖いもう私言えるよ今も言ってあげよう 今言っちゃった今言っちゃったわ木の爺さんの本名言っちゃったちゃんとモザイクつけたから許して性別わかんないえっプリ送ってプリ見たい見たい見たいりょんちゃんのプリ見たい <laughs> ああアイボンあるわアイボンでももうなくなりそう でもさ、引っ越すから今更買ってもな本名、えっと、カズさんの本名はそうやな何やろうな山田 <laughs> 違うな山田じゃなさそうだななんだろうな <laughs> そうだよみんなのみんなの個人情報をこう握って。 しめしめってこうね使いたい時に使いたいと思いますあのいいいい手札として <laughs> あ本名ファミリーマートやったんあそうなんやそれでジョニーさんはジョニージョニー用です <laughs> そうなんだよえ配信してるって言ったやん

送ってきてくれた。参考。<laughs> 私の本も一文字でもえ待って。待って苗字なんだっけ？苗字なんだっけ？もうなんか？漢字がさ難しかった気がするんよ。意外とじゃない。なんかね。後で送っといて dm でだけど、<laughs> でもりおんちゃんもなんかあのりに。なんかふにゃふにゃって言ってこのダイヤがついて。 ににゃほにゃみたいなついてるっていうもうので覚えすぎてなんかそんな感じになっちゃうわかるなんか <laughs> 難しい感じでもないおそうじゃあ後とで後で,で DM しといて <laughs> 見るから本名本名覚えとくね本名の方が覚えやすいかもね <laughs> ダイヤでホニャホニャあのアスタリスクみたいなついてダイヤでホニャホニャみたいなツイッターじゃなくてインスタ返事はねあんまり毎回たまにする時もありますけどあの基本的には見てます見てるだけなんですけど。 最近は一時期は返したんですけどちょっと忙しくて見れない時期とかもあってなんか申し訳なくなっちゃったのでみんなに既読をつけないようにねしてなるべくしておりますですが絶対見てます100で見ててまますすで <laughs> フルネームフルネーム言われたことないけどお話し会はそこまで見てなかったな。 見とけばよかったななべちゃんの <laughs> みんなの見とけばよかったこんばんは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 そうそうそう,そうなんですそう既読とかもさ忙しくてすぐ見れる時忙しくなくてすぐ見れる時と忙しくてすぐ見れない時とか あったりするのでそれも申し訳なんかみんなが俺の見られてない私の見られてないってこう不安になってしまうのも申し訳ないなぁと思ってそうやめました <laughs> 許してくださいすいませんそうそうそうにしちゃん ありがとうございますな,るま <laughs> なんさんはあとね名字名字は絶対分かってて下があ日も分かるかも分かるわ思い出した <laughs> そうだよたくさん私も最後できるだけたくさん配信するねおやすみなさいひらきさんおやすみそう

申請っていうかさなんか申請っていうかしてい副業申請みたいな副業とかになっちゃうじゃないですか多分ねそうそうそう多分 SNS ただインスタライブをやるとかならいいと思うんですけどそう別に構わないじゃないですかでもそれだったら多分さ言わ会社のに言わなきゃいけないじゃないですかしてもいいですかって。 そう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 うだからわかんないそう会社の CMCM がっちりみたいながっちりマンで好きなんですよね私。 武法が副業に含まれてるかもしれない無難ではねやばいよ私はそんな悪いものになりたくないから会社の広報用アカウント <laughs> やばガがっちりマンでめっちゃ見るの好きでしたそう大学院には行かないもう勉強なんてしたくないあのね そうあのね何の話しようとしたっけ何で知ってますよ友達の名前忘れた私忘れること本当にないんですよ本当に中学でマジで話したことがないみたいな人とか一瞬で忘れしてたとかぐらいなんだけど本当とにまあ話す人大体忘れないからないなぁ。とか今でも SNS はま続けようと思えば続けれるので。 残すと思うからたまに出てくるかもしらん。卒業でそれじゃ暇じゃないのいけないのかりんとこ会いに30過ぎて忘れてくるでも私幼稚園の人覚えてるんだよ幼稚園ってさ4すん 4 5 6? 歳でしょ18 14年前,14年前16年前とかですよその人たちを覚えてるのすごくないねうちも絶対いつか見に行く <laughs>。 かりんがさなんかレッスンなんか頑張ってるのとかいつも聞いててそうだから絶対見に行きたいもう本当に超覚えてるんですよ小学校も絶対全員覚えてるし <laughs> いやかりんに会いに行って私に会,い私に会う目的ではなく <laughs> そうえそうなの 相手が誰ってなる私のことえでも取引先の人とかさもう取引先があるんか知らないけどあるかそりゃ <laughs> 覚えれるかな何煽られた煽られて嬉しかったってことですか <laughs> 赤ちゃんの記憶お腹の中ってことですかそれとも生まれてからの話ですか あリモートってもさマス,マスクであったら私覚えられないわ来ますよねって言われて嬉しかったって話ですね <laughs> 社会人でもユッキーナ会社の人にユッキーナって呼んでもらうってこと <laughs> やばいじゃんねえ私でも、ま、本当マスクだと覚えられないんですよね多分。 忘れ物じゃなかった <laughs> 今忘れ物に気づき忘れ物じゃない忘れ事に気づきましたやば急ごう後でやろう <laughs> 忘れ物だ忘れん坊だ <laughs> えそうきなんか昨日とかさっきのことは忘れちゃう <laughs> 忘れ物 本当に可愛いありりがとう励みになりますいやあの私が働いていたアルバイトのお友達との今日アルバイト先に遊びに遊びに行ったっていうかなんか寄ったんですよ「あの久しぶり」でご飯行く約束をねして「グループ作りますねトーク作りますね」って言って作ってない忘れてた作ります。<laughs> とオンラインズーム会するみんなで全員顔全員顔出してくれるならズーム会しますか <laughs> 誰がしゃべる絶対緊張しちゃうよね自動車で私車持ってない単月ないんですよ励みになりますって言ったんです励みになりますありがとうございます 本当にね皆さんにね褒めていただけたことで元気になりますえビデオオフだとあの退出させますよ <laughs> 何を喋るんだってね <laughs> 励ましの言葉が本当にね励みになりますありがとうございます とうございます悪いなあ紀野じいさん悪いな <laughs> 違うよ私のせいじゃない今のは紀野じいさんがふっかけてきたんやけん私のせいじゃないです あハーゲンダッツ最近食べてないなハーゲンダッツねたたたた逮捕逮捕違うってば煽りが激しいそんな激しくないですよ イタチかえす美味しいよね。<laughs> 何のこと。何が確信犯。仕入れない。仕入れない、仕入れない。え、私もチョコボカジャンボ大好き。今年の夏買いだめしてました。 何時だ11時は早いね悪っきいな牛肉を触らせてよどんな感じなのか興味があるのよ男の子って不思議だねチョコも中かジャンボバニラも中かジャンボやってないプー雪菜はやってないプー え、本当にやってませんよ何もジッパーあなんかでもあのまあなんかさあのさ、まあ、男子ってさ寒いんですよ男子ってさまあ、そういうなんかジッパーとかさ好きじゃないですかそういうなんかちょっとセクシーなやつとか,、まあ、なんかおなか出ちゃってますよーみたいなやつとかあのデコルテ出ちゃってますよーみたいなやつとか。 足出ちゃってますよみたいなあのやつ好きじゃないですか結局男子って <laughs> 結局男子ってそういうの好きじゃないですかね衣装を着てみたいじ <laughs> ゃないですかだからあのなんかのアイドル好きなでも他の乃木坂とか好きなお友達に。 生地が好きなの男子好きじゃないですかなんか <laughs> でに「AKB 結構セクシーなのあるんだよ」って言って「ジッパーのね映像をね見せてあげました」たら「おーいいねー」って言ってました <laughs> いいねって言ってましたよ そうオサレカンパニーさんが天才なんだよね。にしちゃんありがとう <laughs> あスケルトンね。おっててた <laughs> 田所さんありがとうございます。そうだから私もなんか「足出せ」とか言われるんですよ。なんか「雪の足出せばいいのに」とかそれこそねファンの皆さんが「オフショル着て」とか絶対着ない。 絶対着ないです私は足出さないですもう布が多ければ多いほどいいです私は <laughs> 確かにね歩込みでねそう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 ,もう私はもう布が多ければ多いほどタイプなのでもうこうですよ入れ髪の毛かんだ

じゃんまあ、足元はさあれじゃないですかだから本当にもうあれれを見れた人はレアですあとは14周年公演のあの制服の衣装あるじゃないですか制服の羽の衣装かなあれめっちゃ短いんですよもうほぼほぼお尻やんみたいな, <laughs> なんかほぼお尻やんぐらいの丈が短すぎてなんか本当になんか <laughs> そうほぼお尻だったんですよね そうあれあれを見れた人がかそういうマジムリ学園を見れた人がもうレアです、うん、その大事にしてくださいその思い出を <laughs> もうほぼお尻です、うん、出た「日本のお尻代表お尻」<laughs> 何ブラジリアン水着って人に見せられない体型なの見せたくない体型ですよ私。 そうなんです見せパンまあ見られてもいいやつはくけど見られたくないよね <laughs> タトゥー入ってないよ入ってませんかっちゃんさんファイトありがとう何のファイト <laughs> ありがとう 真面目に見たけど記憶がない記憶憶ががなないいえだってさだってさあれあの私がさゲスト出演した時ってさあでもゲスト出演した時はあれか挨拶の挨拶センターした時じゃないっけ別の回かな挨拶挨拶やった回か挨拶やるバージョンと制服の羽やるバージョンであったのかな確か。 そんな気がするんだけど、違うな。どっちだろう。ろやってないかも。制服の羽とヘナチョコか挨拶ヘナチョコかなんなんだっけな。違うな。制服の羽全部やったのかな。あ、そうそう。あの時は制服の羽だった。制服の羽とヘナチョコでした。なんだったんだろう。忘れたな。<laughs> 制服の羽か。そうで別日の別日の日で挨拶から始めようでね。 そう、センターをね、したんですよ。嬉しかったな。嬉しかった。もう。そのな、うん、んていう。歌割表ってんてんか、ポジションの表を見たときに。えっ、みたいな。かまち。センターかまちって書いてあるやんと思って。えみたいな。私、これするの、みたいな。 クリスタ、そうそう、ゼロ、ゼロ一年、ね。制服の羽です。そう、なんか、その。そのなんていうの、真面目のスケジュール表の、きょ、その何、何に、せとりに。なんか、制服の羽、羽制服の羽が福留センターだったっけな。制服のね、センター福留って書いてあって。挨拶から始めよう、センターかまちって書いてあったんですよ。 夢だったんかなもうびっくりしたねえっってなんで私みたいなそうそう落ちサビ落ちサビ最後のねここはねオミとダブルセンターみたいなポジションでねできたしねそうそうそうよき思い出ですよえでもあんま緊張しなかったかもマジムリは意外と。 ー入った入っためっちゃ練習した <laughs> そうあとそれこそ全員でやる曲んか生きることに熱狂とかもさあのい後ろの列だったけど真ん中だにいたんですよ私だから私そんな真ん中いて大丈夫そうみたいな <laughs> そうもうそうですね30年くらい前の話ですね <laughs> 待って悪いことエピソードなんて言ったっけし覚えてないんやけどなんて言ったっけなんて言ったこれもう1年弱ですねノーウェイマンできないできない。 実験だ、実験中にこぼしたみたいな話したのかなもうだって悪いこと思いつかなかったんだよ悪いことしてないから <laughs> 校長殴ったって言ってないそうかもさえね撮影タイムそうだねなんかそうかもねであれだあの最後に方言尾身と方言,方言言いまくったんだ岡山弁当。 長崎弁でそうなんだっけねだっけそれでうちら罰になってなんか入れなんかそのチームに入れるか入れないかみたいな罰になってそれでなんかねなんか言ったんですよなんか <laughs> なんか <laughs> なんか言ったそうなん,かなんか言った <laughs> なんて言ったか忘れちゃった t n c 単独婚単独婚だあ踊りあす踊りゃあって言ったんかもしれない、ね、11時12分だよありがとうあそうだ「しからしか」ゃないそうだそうだあれはちゃんと相談してた <laughs> こうやって言おうって言って方言使おうぜって。 そうそうそうう寒いなあ忘れましたね黒パーカーかっこいいチェケライエス高須って言ってない <laughs> 言ってないわ <laughs> 言ってないですうお分かりすぎた <laughs> お風呂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 、ゆっくりお風呂を使ってくださいねそうそうそう埋葬手埋葬手って何うき昨日おもしろくないんですよほんとに目かゆい。 ね本当に目かゆいんやけどどうしたらいいただいまどこに寄り道しとったんですか通さんありがとうございますね本当にメに目かゆいね絶対花粉症じゃん、ね、眼球取り外したいですよね <laughs> 空気清浄機ないよないですよいい友達から電話かかって友達それは女ですかそれはもしかして女ですか友達本当にそれは友達ですか 女じゃないんですか。<laughs> 絶対匂わせだ。匂わせ反対。<laughs> <ょっ S 1> 彼女ですか。<laughs> 雪のパトロール入りまーす。<laughs> <laughs> 通報通報 <laughs> あの最近さ TikTok でさ「コンフィデンスマン JP」のさ流行ってるじゃないですか「一体こう何が本当で?」ゆきなユッキーナが「ユが今日カフェに行ったのは本当にきのちゃんなのか」みたいな「ユッキーナが」 毎日4年間いつも一緒にいたのは本当にきのちゃんなのかユッキーナはきのちゃん以外に友達が本当にいるのかユッキーナがユッキーナがユッキーナはおしりんときのちゃん以外にも友達いるって言ってるけど本当はぼっちじゃないのか何が本当で何が嘘か分かりません <laughs> 匂わせ 匂わせか任して。<laughs> 今日のストーリーすごい！コメント好評だった。嬉しい！<laughs> 今日今日のストーリーすっごい好評でした。なんかみんなみんなからの反応がめっちゃ良かった。まあ、久しぶりに顔を載せた気もするんですけど、すごい。あのいっぱいコメント来てました。ありがとうございます。あと、あのドレスのやつやけにいいネ数が多いです。ありがとうございます。 <laughs> ありがとうございます。百点にされてました。見てました。<laughs> 何もコメントしない。今してこい。<laughs> 今してこい。そうだ。あれを取ったのが果たして。果たして。 きのちゃんなのかきのちゃんではないのかおしりんなのかもしかしてボーイなのかそれは誰にも分かりませんは <laughs> たまた <laughs> どっちでもいいらしいです 興味ないみたいです <laughs> なっ<つ>さん <laughs> なっさんありがとうございますクッキーありがとう桜餅もありがとう <laughs> してきたわ後で見とくねもしかしたらボーイかもしれないよはたまたね一人で行って自撮りボをと置いて自分で

ややんやんつけぼうって何ああいうの好きあれ投稿にした方が良かったら投稿にするよストーリー消えちゃうから <laughs> ドレスのせた後にねそうもしかしたら田中圭と言ってるかもしれないしね改めて好きっすありがとうありがとう じゃあいつか載せるねす後日載せますね今日はもうすぐ終わるよ <laughs> 先にドレス載せたい他の写真なんかあの顔が見たいって言われたから <laughs> ぶっちゃんありがとうハート 今日はじゃあ11時半までにしますハートありがとうキュンです <laughs> かっちゃんさんかっこいいありがとうマーベラスマ、ま、マーベラス私あれ知ってますよマ、ま、マーベスみたいなマーブルかあのスーパーマンとかのやつマーブルマーブル マーブルは知ってますお風呂行ってらっしゃい愛してるぜかまちだって <laughs> マーベルだ <laughs> マーベルでした間違えましたマーベルですプリンのインスタプリンのインスタって何ですか プリンのインスタプリンンのインスタお菓子はマーブル,マーブルそうそうそうスパイダーマンのやつね奇跡的なって意味なのへえ初めて知った。 なんか私カタカナ弱いからやめてくださいわかりませんインスタにプリン載せてますよああプリン載せてるわ載せてる載せてるあれか三エ旅行の時だプリンですよプリン本物ですよ載せてるわ寒い ザグザグは分かりますよ。牛乳プリンね美味しいよね安定だよねよく食べるよおはようの牛乳プリン。バットマンバットマン映画してるえ私あれがみたいです余命十年。あそうそう山村プリンのやつ本物本物。本物 余命10年めっちゃ気になるんですよねあはやのプリンあるほんと食べねえ,えジャージー牛乳のアイスめっちゃ美味しいよなつさんフラスコありがとうございまーす <laughs> あロイヤルメルクテて美味しかったいやなんか普通に気になるファンタビ、ファンタビ見てないなんかね <laughs> 大学あそう私ファンタビ見たことなくて「ハリー・ポッター」もちょっとだけなら見たことあるんだけどなんかそうなんか大学1年生の時になんかきのちゃんがんその同じ研究室の私の同じ実験班にった男の子が,がファンタビのなんとかに似てるってずっと言ってた <laughs> それでファンタビの存在知った老の地誰と行くの誰かと行く。 やっぱりかいい絶対ヒーローさんそんなこと言わんやん普段なん何か誰かに操作されてるやろやっぱり可愛くて癒されるとか普段絶対言ってくれんやん絶対操作されてる誰かに歌うてって言われてるでしょ <laughs> ビッチュ高橋に遊びに来ましたえいいよねいいよねお正月に行ったんや多分そうだよだって普段言わないもんそういうことで絶対言ってくれないもん <laughs> みんな乗っ取られてんかえテンプレにそんなんあったもしかして <laughs> 平均事務10年切っても余命10年ではない 鳥取服部何の話ですか岡山岡山ね可愛い,いこれあれだな提携コメントやなあの鳥の話か <laughs> 好きだー叫べ声が変えてでなくたって叫べどうにか君に届けなきゃオンチだな逃げず真剣な まなざしの答え待ち続けるめっちゃ音痴待ってちょっとやり直したい叫べ声が届かなくなって叫べどうにか君に届けないどうにか君に届けなきゃ逃げず真剣なまなざしの答え待ち続けるだっ OK 分,分かりました <laughs> 叫べ初めてのこの気持ちは どう処理すればいいんだろう <laughs> めっちゃオンチだったさっきあ <laughs> いや恋なんか言葉なのあそっちっで、好きだわ行こうよレッツといいわ好きだ OK アルペジオね頑張る 楽しそうに簡単タアで響いてるアルペジーあ違うなアルペジオをきっとできてたさ<し>あサビミラクルか好きだはどれだ好きだのサビちょうだい楽しそうに簡単タアで響いてえ <laughs> あのさあ,あの M NIG フェスのさあのえ NIG フェスのさかなんかあの見れたんやばくなかったこうやってやった後にさ「ン!」ってやってさあの私見てたんですけど実はあのわかるあの「あのンタミネ」ってやったあとにこのまま映ってて「ヒン!」ってクシュって笑うんですよもうそこだけやばいそこもうやばいやばい かる <laughs> ちょっと待ってオタク特有の早口になっちゃうの <laughs> やめてやめてオタク特有の早口にさせないでみんなもうそこでもうツキュンってきて <laughs> めっちゃ可愛かったマジで可愛かった<笑><笑>じゃあそう今は勝手になったごめんえ本当にあの すごいめっちゃやばかったんですよこうやってやった後にしたあとに何かこうやってやっててひひひみたいなもうああと思ってあありがとうございますって思いました田 <laughs> 所さんハートありがとうございます <laughs> そうかわいいさ正義 <laughs> レミたんレミレミ元気かな ひのじいさん尊いありがとうございます <laughs> じゃあそろそろランキングをね読みたいかなと思いますよ読んでいいですか読んでいいですかねミ時々連絡取ってるよ明日テレビに出るのそうなのへえ。じゃあランキングをね 読よいしょ13位ひらがなキャスターさんありがとうございます12位ケンさんありがとうございます11位ぶっちゃんあと3抜き希望ぶっちゃんありがとうございます10位東さんあと台湾ありがとうございますよし 九位つっちーさん、あとゆきな、ありがとうございます。八位台湾のラリザさん、ありがとうございます。七位よしさん、ありがとうございます。六位きのじいさん、ありがとうございます。<laughs> バレた、くしゃみ止めたの。五 <laughs> 位カッチャンさん、ありがとうございます。 えーと四位マナルミーさんと突っ張りありがとうございます。初めて男女呼んだ気がする男女。女三位たどころさんありがとうございます。二位ジョニーさんありがとうございます。そして一位はにしちゃんありがとうございます。ただのあでなしんさんハートありがとうございます。<laughs> ありがとう。ナツさん可愛い,いありがとうございます。 皆さんありがとうございましたもうね3月も後半に入った後半半分過ぎたということでねあともう2週間ほどですが3月大学生ブランドもあと2週間ですね約2週間早いですねなのでね暇な時たくさん配信したいと思うので 突然配信するかもしれないけど、来てください。<laughs> なんか突然配信しても来てください。よろしくお願いします。よかったら来てください。<laughs> よかったら待ってます。もしね、お暇でね。 推しメンの配信あったけど来たようでもいいので来てください <laughs>。<laughs> イエーイ。ということで皆さんありがとうございました。そうコメントもしてください。コメントもね。うん、コメント大事ですからね。ヤッホーだけでもいいよ。 最悪最悪やっだけでもいい <laughs> 呼んどるよいつも呼んどるやんえ終わるよ終わるってことで皆さんバイバーイバイバーイ